ホットカーペットとストーブ、ホットカーペットの上にいてストーブの真横で配信してます。暖かくてね、ほんとよかった。よかったよかった。マジでありがとうって感じ。ルラリルラルラリルラリラルルラルルラリラル。隠したいことは僕のそう。あ、こたつはないですね。いや、なんか机は来たけど。はらりはら銀の壁となって降り積もるすべて。あ、何の音でしょう。あ、これもしかしたらあれなんだっけ、キッチンにあるさ、乾燥機じゃなくて、なんだっけあれ、なんていうのあれ、扇風機じゃなくて乾燥機じゃなくて、換気扇？ちょっとストーブずっとやってるからさ、換気扇やった方がいいかなと思って。関係ないんかな。何の歌？何の歌でしょう。本日もチェキを今書こうと思いながら、いい案が思い浮かばなくて。いい案が出るに越したことはないわ。早く答えて。チェ。じゃあ行くよ。うちの案は文化会 MC バトル。 MC バトル？ふざけてるの？話にならない。副会長、次に行ってください。ちょっと待ってよ、ちゃんと話聞いてからにして。じゃあ麻生さん、理由を。 MC バトルっていうのは今流行りのお互いの思いをぶつけ合うバトル。よいしょ。ういちょっと誰かさ、柔軟剤さ、私の家に大量に送ってくれない？毎日違う香り楽しみたいのねえ。明日大阪駅集合ぐらいにしてさ、誰かさ誰かお願い、柔軟剤10個ぐらい。お願いします皆さん。やばい、こんなこと言ってたら本当に誰か来てしまうかもしれん。ブンツェルと私何役やるか知らんねんな。今麻生文のセリフ言ったけど、麻生文ではないと思うねんな、私のキャラ的に。多分1ヶ月も一緒にもなんか2、3週間ぐらい演出のさ、熊田さんとさ稽古してきてさ、多分私の性格を多分見抜いてるんだよ、あの人。ここで麻生文を私に当ててきたら、ん？リナッチのキャラって？いや、みんなの場を盛り上げるような人間ではないっていう。うん。そうそう。だからさ、それをもう分かってんのよ、あの人。なんか見抜かれちゃって。でもさ、それを分かった上でさ、なんか、やってきたら恐ろしくない？嫌やで、私。麻生文の、なんか
え、元気っ子キャラ苦手やねんって私ほんまに。え、ちょっとなんかホットカーペットコロコロしよう、コロ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 、じゃあ主役を外されちゃうやん。え、ちゃうやん、ちゃうやん。主役は麻生文じゃないもん。麻生半田空やろ。半田空は私のキャラクターに比較的合ってたと思うんだ。これは割とマジの話。で、私はキワコやりたいんだけど、あの舞台のさ、今回の並び順的にもう発表されてるさ、名前あるじゃないですか。あの感じでいくとさ、私のポジションあれ麻生踏みポジなんよ。いや、あれはたまたまくるみちゃんがあのポジションだったってだけかな。いや、何するんやろな次の。柔軟剤で匂いそうです、つけます。毎日違う色。あ、欲しいものリスト公開してよ。いいですね。え、でも、え、やばくない？え、リナッチそんなんすんのってなるやん。嫌やわ、やめとく。めっちゃやりたいけど、めっちゃやりたいけどな。柔軟剤だっていくらよ。500円ぐらいかな。普通に柔軟剤欲しいもん。ハッピーね。誰かさ、バレンタインってローマ字で打ってください。お願いします。欲しいものリストやめて、買ってあげたくなるからやめてやって。めっちゃおもろいやん。びっくりした。欲しいものリストやめてっていう文字を見た時に、リナッチがリナッチそんなんしてほしくないみたいなこと言うんかと思ったら、びっくりした。買ってあげたくなるからやめてやって。あ、バレンタインありがとう、送ってくれて。ザッチくん、ヨシアキくん、タカシありがとう、ありがとう。バー、12月に売るチェキやのにバレンタインと書く。みなちゃん、バレンタイン、うん、 SM オペラやりたいな私。来年呼んでもらえるかな。ハッピーハッピー。うん、あ、バレンタイン、そうです。さっきローマ字って言ったの英語だね。メリークリダヌ。あー、 SM オペラめっちゃやりたい。なんであれあんなおもろかったんやろ。なんかぶっ飛んでたからやろな多分。話の内容。し、なんか完全に学生とかじゃなくて完全に違う人になれたから楽しかったかも、あれは。え、暖房は石油暖房、ガス暖房でなければ換気の必要はないよ。あ、ガスなんです、ガスだから換気せなあかんねん。タタタタタレレレレ。バレンタインの前にお誕生日プレゼント待ってますとか書いてそう。あ、書こうっと。
ナイスアイディア。バグース。ハッピーバレンタイン。ルルルルラリルル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 ルラリ、うわ、白のインク出ん、なにこれ、私のマイペンなんだけど、マイペン、ちゃんとインク出て、まだ買って間もないだろう、頼むって、頼むよ、ルーラーリヌラリヒョンルラルラルあーマジこの冬色の銀貨の稽古楽しすぎる。もうなんか自分の役がな、もう楽しすぎてない、やばいね。どうしよう、みんなこの気持ちをどう伝えればいいのか僕にはわからない。セリフっぽく言ってみた、全然セリフじゃないけどやっぱ欲しいものリスト公開しようかな作り方わからへん、まあ、調べたら一発で出てきそうやけど、デレレレデレレレデレレレチェキたくさん買って、みなっちに好きなもの買ってもらわないと。おかげさまで。あ、聞いてねえねえ、みんな覚えてるこの話。友達の家にさ住んでた時さ、 SM オペラの期間ね、ジャスミン茶こぼしたやん。ジャスミン茶やったっけ、多分ジャスミン茶。あとさ、あのあれ、そのカーペットにさ、まあ、ラグっていうの、そのラグにさヘアアイロンの跡つけたとかさ、まあまあひどいことしてたやん。でな、あん時さ少しでも足しになればっつってさ、何人か送ってくれたじゃん。ほんとありがとねあれさ、もう何でもいいよって言って、で結局彼女は同じやつにしたっぽいんだけど、あのその初め買ったやつとね、その送料込みでさ、まあ諭吉1枚やってん。みんなありがとう、感謝感謝申すありがとう、ほんとありがとうね。いや送料無料って書いてんのにな、送料無料じゃないね、なんか店舗受け取りは送料無料みたいな、それ送料無料じゃなくない、何言ってんのって思いながら、送料高っと、送料取るんかい。みんなありがとうねあの時は、あの説は、てかいつもやけど、はあ、っていうねこともあったやん前ね。Twinkle twinkle twinkle star。冬色の銀か、足しになったらよかった、高っお役に立つって何よりでやんすでしょ。
そうなのよ。ちょっとちょっと予想より予想の 1.2倍ぐらいやなと思いながら、まあまあまあ、でもなんか喜んでたからみんなにも共有しとくわ。ふかふかってごめんねだよ、本当に私が全部悪いですから。そもそも大政のファンレベルが上がりました。いつもありがとうございます。そういえば机あるんだし、その上でチェキ書けばいいのか。そしたら顔も出せるしな。え、予想は何千円？え、まあ6000円ぐらいで買えるかなって思ってたの、私は。そもそも、はい。たかし結婚してのタイミングおかしいやろ、おかしいやろ。大政のファンレベルが上がりました。いつもありがとう。え、友達のものを壊した体にすれば何でも大丈夫。いやいやいや、もうほんとそしたらどんな高いものでも、あ、悪いな、壊しちゃったもんなっつって、やばすぎる私の名前何やったっけ、ああ、にわちゃん、にわよしあきくん、流れ星ありがとうございます。リンクリンクリンクスター、誰かポスカー12本入りぐらいのやつ買ってください、お願いしますあ、欲しいものリストにぶち込むかショールームにリンク貼るとこあるやん、ここだけに公開しようかな。まあそんなことはしませんけど、私は自分で買います。ポスカはロフト集合かな。いやでもすでにもう買っといてくれてるっていう体でよいしょ。ん？充電ができていない。なぜ？できた。充電なくなるかな、これ喋ってたら。32% しかないわ、バカじゃん、バカじゃん。ちょっと何してんのよ私。これはルイボスティア飲み終わってしまってる。はい、さよなら、グッバイ。あ、私さ、ヨーグルト、飲むヨーグルト買ったのや、どこにあるの。え、あった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 、飲もうっと。え、アマゾンのギフトカード、なんかもう買って DM で写真送るから、やばたまにおるけど、そういう人おるけどな、ごめんなさい。そんな、よし、今日は机を、あ、机こっち持ってくりゃいいのか。そしたらここであったかいところで配信できるのね。え、待って、机めっちゃ重い。え、ダメじゃん。え、え、え、腰折れる折れる。
え、無理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 。重い重い。いや、頑張れ。これ何キロあるんだろう。やばい。頑張れ。よし。持ってきた持ってきた。これできるじゃん。大政のファンレベルが上がりました。いつもありがとう。舞台でのプレゼントはまだダメなん？どうなんだろう。いいところはいいし、ダメなとこもある。この間は良かったもん。あのプレゼントを欲しいとは言わないからさ、みんな手紙待ってるよ。手紙、たまに手紙見たい。たまにはみんなからのお手紙。まあでも気持ちはわかるよ。お手紙ちょっとなんかこっぱずかしいよね。なんかこうか、ちょっと近く。誤字があったら恥ずかしい。やば、そんなみんなちょっと気にしいなんやな。読まずに食べたってことはないですね。ないですないです。え、だってあの私雨降るの時に一通だったかな、公演終わってさ楽屋戻ってきたらさ、自分の机にねファンレターが一枚ポンって置いてあるわけですよ。まあなんたら嬉しいことよ。めっちゃ嬉しいわけ。うん。欲しがりやから私そういうの、手紙とか年賀状書こうかな。いいじゃんいいじゃん。でも住所はちょっと住所は無理なんで、どうします？次のちょっと舞台早いけど、クリスマス飲むヨーグルトです。はい、大政ファンレターのアイテムありがとう。キュン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 、どうしてキュン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 、どうしてなんちゃらららららららん。往復はがきで書こう。ああいいやん。往復はがきってさ、いやだからダメじゃん。だ結局あだからあ私書箱、何何私書箱、何私書き箱、どういう何何何どういうこと、詳しく教えて。かゆだがさ、あれちゃん往復はがきってさ、私側もさ結局住所書かなあかんかな。それやったら嫌やな。でもさ、だから例えばさ、え、でもそれやりだしたらきりないか。ファンレターの宛先が私、なんだか、私書箱、
支障箱だって。どういうこと、どういうこと。レンタル郵便受け、はあ、なるほど、そういうのがあるのね。それいいね。だってさ、え、でもそれでさ、せっかく作ったのにさ、せっかく作ったのにさ、あ、急な雑、作ったのにさ、あの、一件も来んかったら、一件一通も来なかったら私やだやだ。一通も解説しましたってツイッターにさつぶやいてさ、リツイートさ5件ぐらいでさ、よし来るかな、ワク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 ってさ来たらさ、パカッていつ一通受けても、で、なんだろう、通知とか来んのかな。今日もゼロ件、今日もゼロ件、もうそのツイート消す、スッてスッて消す。大間さんラブレターありがとう。支障箱か、ちょっと検討しよう。帰りのハガキにこっちの住所を書いとけば、あとは年賀状、え、年賀状出したいな、年賀状。頭痛大丈夫、頭痛ってなんだろう、ここの、フェイス、骨、頭蓋骨、頭蓋骨、骨、頭蓋骨のさ、ここ目くぼんでんじゃん、そのこの辺が痛い。あ、骨じゃなくてその奥、多分スマホの見すぎ。ゆういくんが400回目の訪問、元気？有料のサービスの一部には届いたらメールで教えてくれる。なるほど。どう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 。なるほどね。熊やば。ずっと笑っとこ。ツイッターフォロワー減る一方だよ、まだまだ。ほんとやめてほしい、ツイッター大好きなのに。仕方がないな。これはもう姫のファンクラブを設立するしかありませんな。じゃあ2023年は創立させます、創立設立させましょう。え、そのメール来ないとシュンってなりそう。なるわ絶対。もうみんなここでショールームのコメントだけ盛り上がって書かない、どうせもう今日の話忘れて送んなかったりするんだ、絶対絶対そうだよ。山ちゃんかわいい、ありがとう。何この骨の奥、でも多分シンプルに目疲れてるから、疲れてるんだと思う、この辺が、目がとっても。角生える？ベムみたいな。ここ、ここ。
たかし結婚してじゃねえんだよ。ポカポカポカ。こんばんは。ショールームなら一行で済むから簡単。違うじゃん、手紙でいつもとさのコメントとは違うような、なんかあのいつもここでは伝えられないこと、伝えきれてないことをさ、ちゃんと手紙って私書き出したら止まんないんだよね。あ、ホットメグリズム持ってるから今日寝るときそれ使おう。本当に1月29日はリーナちゃんの誕生日、誕生日プレゼント待ってます、待ってます。じゃあ結婚してって書けないじゃん。怖い、そんなん来たらやめて。結婚してって書いたら、うん、読まずに食べちゃうよ。だって読んでんじゃん。かわいい、ありがとう。あ、かわいい、いっぱい来てた。あ、ビビビビオロゲンさんの、あ、もうビオロゲンやめたんだ。ファンレベル上がりました、いつもありがとう。家が微妙に映んだよこれ。ちょっともうちょっとこっちに、こっちにずらすか。大政かわいい、ありがとう。結婚しては言わないの。鼻かゆい、ここかゆい。山ちゃんかわいい、ありがとう。大政のファンレベルが上がりました。8ヶ月8ヶ月連続だって、やった、いつもありがとう。おっくん、レインボースターありがとうございます。お、すごい、バラ畑だ。バタヤさんありがとうございます。バラ畑の中に結婚してって文字入ってんのマジやめ。山ちゃんまたまたかわいい、ありがとう。はあ、最近さ12時過ぎまであんま寝てないんで、てかマジでなんか実家じゃない時って本当に多分緊張してるのか落ち着かないんだよね。やっぱりママのご飯食べれないし、だからね、変な時間、変な時間とかそういう時間に目覚めちゃうんだよね。昼の12時、そうそうそう。山ちゃんハートありがとう。あ、たかし、岡本たかし、今度はバラありがとう。山ちゃん流れ星ありがとうございます、ありがとうありがとう。ザッチくんハートありがとうございます。あ、ハートにバラに、今ここが華やかです、華やかです。なっち料理できないからな。そうなんだよ、そうだから、とりあえずこの新しいとこに来て、あのまず初めに調べるのが、何さりげなくタコ投げんじゃない、ちょっとって誰、ザッチ、あザッチって誰だよ
埋もれる何埋もらすようにだるま投げてるんじゃないよ、鼻かゆ、絶対今なんか投げてるんじゃないよってなんか吸った、かゆい、え、だるまいっぱい、だるま、わかったわかった、料理できないんじゃなくて味付けができないんだよね、うん、だって調味料持ってないんだもん素材の味を楽しめみたいな、なんかいう、誰、タコが入ったんかな、え、もうすごい嫌、すごい嫌って言ってるようで全然嫌とは思ってないことやねんけど、結婚してとタコが連続で来てる、誰、タカシとザッチ、誰それ、ザッチくんのファンレベルが上がりました、いつもありがとうございます、え、めっちゃおもろい会員ランク別月額会費VIP 会員10,000、一般会員10,000、お手軽会員500円やって、おもろい、それめっちゃおもろい、 VIP 会員には何したらいいの何したらいいの、私、山ちゃんアイスクリームありがとうございます、ありがとう、アイス食べてないな最近、ジャッジくんハートとレインボースター、レインボースターじゃないか、流れ星ありがとう、かわいい、これキラキラしてる、あ、山ちゃん花束ありがとう、VIP 会員には何をしてあげたらいいんだろう、ファンクラブイベント無料とか招待、大間さんハートありがとう、うん、心を込めてハート100個、 VIP 会員様には毎朝、あ、姫からモーニングコールが、私モーニングコール1時とかになるけどいいえ、もしもーしっておはようって、あはーん、ハッピーハッピーバースデー、モバメ復活、作るなら入会する、ありがとう、要検討、無理ですな、はい提案してくれたけど諦めてくれた、モーニングコールは姫が寝る前にかけてね、やばいねそれ、だいぶやばい、うん、冬色の、俺会費10万くらい取れそうやっておもろ、夢あるね、でもさ、そんだけさ取ったとしてさ、それにふさわしいさ
ちゃんとしたさものを提供できる自信がないんだよね。やったとしてよ、仮の話、そういう界隈があるならどうし、そのそういうそんだけお金をねいただいてね、じゃあ何を提供しているんですかって。思うわけ。この机を出してからチェキ1枚しか書いてないんだって、やばいじゃん。私もう終わんないよ。一度あとこんだけあるんです、今回もこのタイプの、ちょっとこのタイプのチェキ気に入っちゃってさ、これ気に入っちゃったんだよね。これうん、希望をそれぞれここに聞いたらいい。ああ10万とか払うならね、払ってもらうならねってことね。4時とか5時のモーニングコール、ただの迷惑。本当だよ、寝る前だもんね。でも最近4時に寝てないんだよ。2時とか早くなった。大政結婚してってまた投げたん、どうしたん、また投げたんか。結婚してよう飛ぶな。あー、会員様のお誕生日には姫の手作りおにぎりが届きます。保証できないんでやめます。ダメです。VIP 会ルール月、あ、月会費1万、月会費、月の、うん、月会費でいいか、月会費1万円とか、何してんだろう、その代わりに何を提供してるわけ、その子はさ。だって期待するじゃん、それだけだったら。はい、今私は最近ハマってるチェキのやつ書いてます。ハート書くのむず、うわめっちゃキモい、めっちゃ手長い人みたい。あ、いけそういけそういけそういけるぞこれは。待ってな、ちょっと真剣、待って、すげえ集中してバレないと思ったのにバレてます。ブブブブブブ結婚して100円です、だってありがとうね100発投げても、100発投げたら1万円じゃん。結婚してタワーじゃんそれ。いやほらめっちゃ手長い人になっちゃった。あ、キモいキモいキモい、助けて。まあええやろ。タコも100円です、やってありがとうヒカルくんのファンレベルが上がりました、いつもありがとう。リナッチ応援隊が増えてきてる、ありがとうヒカルくん。
花束ありがとうございます。んだ、手長い、めっちゃキモい、助けて、キモすぎる、だいぶクレイジーや。冬色の銀か、え、東進のイラストあるの、これ今回座ってチェキ撮ったんですよね。ルラルラルルラルルラリラル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 ラ。チェキはいろいろ修正はできないの、やっぱり。うん、できないよ、もう取っ手出しだもんね。え、関西にいる方が柄悪い？え、嘘、やだ、そんなひどいこと言わないで、りなちゃん泣いちゃう、めーんめーん。あー、シンプルにワイン飲みたいな。え、明日飲もう。うわ、今日飲めばよかった。うわ、今日ないんだもん、だって。あー、ハートキャッチプリキュア、プリキュア、ピンポンなな色レインボー、なんちゃらなんちゃらレインボー、なんちゃらスイートプリキュア。いや、関西の空気のせいや言うてるけど、マジ稽古場しか行ってないからね、本当に。そんな言うてやで、今からワイン買いに行こうってお店開いてないよ。開いてたら行ってんのかい。明日一応目覚ましかけるか。だって起きて3時とかやったら嫌だもんな。最近早く目が覚めるとはいえ、いえ、イベントいつからだっけ。え、なんのなんの、ツインテール、ツインテールぴょんぴょん21とか。今日何日、コンビニ近くないんだよね。あと寒いし、寒い、シンプル。夏とかだったらいいよ、なんか適当な格好でさ出かけられるしさ。あの、だってこの格好じゃ出られないわけじゃん、マフラー、私マフラーないと無理なんだけど。うん、でも7文字で漢字3文字普通か、普通やわ。初見では読めない、いや、ね、読める人には読めへんやろ、読めないし、
あの多分覚えられない。黒いペンが欲しいのにない。これは黒いペンを手に入れてか、手に入れてって手に入れてから書きゃいいのか。当て字とかじゃないと思う。あと失敗。汗くれない紅子、紅紅やん。めっちゃ紅たがりやん。当て字じゃないと思う、多分。メリークリスマス。200回目の訪問、すごい名前のところに羽生えてて、絵文字がうんちだ。いらっしゃいませ。タラ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 。その日は冬の終わりで、リズムのように、美しい日だった。美しい日だったらしいっすよ、冬色の銀貨のとあるシーンは。スメラギミコト、あ、素敵な名前。スメラギさん、スメラギさんって聞いたことありますね。確かキネットとか言って空から雪が降ってきて、この色雨だ。え、めっちゃ可愛いって。大間さんありがとう。めっちゃ可愛い。次チェキ増刷することになったらこれにしよう。いいって書いて、落書きにめっちゃ可愛いって書こう。今になってやっと気づいたんだ、君が一番大事だってこと。ここなんだっけ、ここにで。パーカーかわいいってやったのは去年から来てるけど、自由。どれから先に拾えばいい、今さらなんて言わないでくれ、まだまだ間に合うだろう。ここから先は何があっても僕が君を守るよ。だから換気扇うるさい、もしかして。私の今の歌声全部コーっていうのにさ、
引きずられてたくない？なんかそんな気がする、うん、だから今になってやっと気づいたんだ、君が一番大事だってこと、心がもう心がうん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 うバラバラな愛かけら、すでにかけらはバラバラだというのにさらにバラバラってこと？今になってやっと気づいたんだって、もう遅いんだよね気づいた時にはね。うん、山ちゃん似合うってありがとう、紫のペンライトもありがとう、あコーナーさん似合うありがとう、ファンレベルも上がりました、お11は初めてだって、いつもありがとう、キャワリナッチ1で二の前って読んだりする、でも1でさ初めって読むのもあるじゃん、じゃあ二の前初めとかどんだけ11やん、お山ちゃんのファンレベルが上がりました、ペンライトありがとう、これあれやん SM オペラの振り付け、シュブライオリティチャチャチャ、土砂降りの雨に打たれながら僕はずっと君をの待ってた、え待った待ってたんだっけ、壊れたネオンの M の文字が、壊れたネオンの M の文字が僕のなんちゃらララ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 、あんな聞いてたのに忘れる歌詞、B メロからは多分歌える、もっと強引に、うわ覚えちゃった、土砂降りの雨に打たれながら僕は一人で君を待ってた、壊れたネオンの M の文字が、なんかこっち見てたみたいな歌やったと思う、かなんか胸に突き刺す系、大政シンデレラのステッキありがとう、でもシンデレラはステッキ持たないから、ビビでバビでブーファンレベル上がったっておめでとう、いつもありがとう、もっと強引に、えもっと強引に腕を取り歩き出せばいいのか、別れ方に傷ついたなら好きなだけ殴れよ、今になってやっと気づいたんだ、君が一番大事だってこと、心が飲み合って糸が切れたようにバラバラな愛のかけら、ネックレスの真珠撒き散らしてアスファルトの上に手を伸ばした、手を伸ばしてどうしたんだろう、手を伸ばした、どれからなんかどれから先に手をつければいいみたいな、プライオリティへの愛が薄れちゃったのかな、はいそうです、すっかり忘れてました、えでもさこの間さ家でさふとさあの歌、あーが今ガスったからもう一回、もうちょっと
さやかさんはかあの爽やかに歌うから。あーダメだ、かなわん、まあいいや、かなわんけど聞いて。あー夏の日差しが飛び魚のように、なんちゃらなら眺めてた、あーなんだっけ、ラララララララ水平線の、なんて、あやばい、しかも2番の最終のバスだよは2番でしょ、1番なんだっけ、やわせた、抱きしめたいけど寂しさになれよ、君がいない未来すぐに始まる、まだ見えぬ愛はこの砂浜に落ちてゆく、こんなに誰かをもう二度と愛せないだろう、チャ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 ンチャ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 ダダ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 、最終のバスだよ、なんちゃらららららら、ふん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 、思い出にするには早い、チャ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 ルルルルル、白シャツショートパンツで歌うさやねえかっこいい、確かにあれめっちゃよかったな、確かにあのあれめっちゃよかったな、確かに確かに確かに、でも私はやっぱりあの加入してすぐの時にチャプチャプツアーに参加して、でその時にずっとジャングルジムを歌うさやかさんを見てきた人間なんですよね。あしらんまに、山ちゃんペンライトありがとう、ひかるくんハートいっぱいありがとう、ひかるくんありがとう、であとよしあきくん音符ありがとう、盛り上げてくれてありがとう、ファンレベルがね、アイミング上がりました、恋なんか面倒だ、いつもの自分じゃなくなる、もどかしくて胸のどこかがドヨンドヨンと、何やったっけ、ドヨンドヨンと、なんちゃらららジャングルジム、苦手だよ仲間外れにされたように、鼻の奥がじんとしてきて、できるならばここからずっと降りたくなかった、いいやん、
イヤホンあるし、ジャングルジムってあるんかな。えけどはずいな歌うの。しかも1時37分やろ。もう寝ようぜ、寝よう。一番高く持ち上げられてたりなっちね、ほんと。高い枝には美味しい果実が揺れる。え、でも確かにわかる。私あれケイトとかやったらもうめっちゃ高く持ち上げたろうって思うもん。山ちゃんブラボー、ありがとう、ありがとう。最終のバスだよ。ようこそ。ああ。でるるるん。でるるるるん。風に向かって。ずっと歩き続けたんだ。どこにいるのか分からずに何かに逆らいたかった。じゃんじゃららちゃちゃん、道は果てなく僕は無我夢中だった。でででででででたたら、人はなぜ生まれるのだろう。いつか死んでしまうのに、くだらない日、ん？くだらない、くだらない日々の中で、あれ音ずれた。暗い毎日の中で生きる意味を知りたかった。太宰治を読んだかと聞かれた。君と出会った日、正直に言えば僕は読んでなかった。近くの本屋で何冊か買って、ファミレスに入ったらすがるようにページめくりながら自分探した。歌ったね、コンサートでね、楽しかった。君と歩いて行ける、そうどんなに長い道のりでも本当の自分で歩いて行く、背伸びをしないであるがままに、二人は必ず、なんだっけ、あるがままに、ん、二人は何、なんかよく似ている、なんちゃらららなかなかの歌詞ですか。太宰治を読んだか。あ、そう、確か、え、太宰治を読んだかと聞かれた。君と出会った日、
近くの本屋で何冊か買ってファミレスに入ったらすがるように2ページめくりながら自分探したん？普通やん。え？風に向かってなんだっけ、風に向かってどこにいるのかわからずに何かに逆らいたかった。じゃんじゃらなちゃちゃん道は果てなく僕はが夢中だった。え、ホタルが好き、わかる？え、ホタルが好き、どういうこと、どういうこと？ホタルっていう生き物は知ってるけど、見た記憶はない。大政バラありがとう。あ、でもこの季節になるとあれがね、さやかさんの、なんだっけあれ、雪。なんとなくわかる。はい、充電が 10% になったのでそろそろ終わろうと思います。あ、ホタルっていう曲があるのね。あ、それは失礼いたしました、知らなかったです。ああ、台本が、せっかくあれを歌ってたのに。なんとなくわかってたんだ、この場所にずっと。なんちゃらら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 。雪恋でいいんですかあれ、雪恋。買おっかな、アップルミュージックに売ってるかな。ルラルラリルラリラルルラリルラリラル。あ、間違えた、ルーラルだ、間違えた間違えた、やり直し。ルラル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 ラルルラルラルルラルラリ。あれ、時計の秒針まで聞こえる、マジ。すっごい近くに置いてんだけど、マジで。ステージから
外に出てみたら首筋を滑り落ちる冬の空気360度すべて見渡せてしまう何か空のその広さなぜ二人はここで出会ったのだろう星城だってもう終わった終わったはい終わりはいもう終わりますよくなくてよかったあそんな聞こえてたごめんではランキングを読みたいと思います。いきまーす。13位から岩の房ビビビビビダイダイさん、マスオくん、コーナーさん、ヨシアキくん、ホリッチさん、ヒトヨさん、バタヤンさん、ザッチくん、ヒカルくん、ヤマちゃん。1位が大政でした。ありがとうございます。すごいすごい、1、2、3、4位でアバターが違う。5位も2位と反対側やから違うように見える。やっぱ初期アバター人気ないな。今日もみんな盛り上げてくれてありがとう。じゃあまた明日お会いしましょう。ゆっくり寝てね。見て、狂気的なチェキ書いた。ルラルラ言って何なんでしょうねそれは。はーい、ではおやすみ。